はい、こんにちは。2023年7月28日金曜日午前10時42分を回りました。金曜日の午前中、いかがお過ごしでございますでしょうか。今日はね、ちょっと朝寝坊というかずっと、寝ておりました。まあ昨日そんなに疲れたことやってなかったんだけどね、なかなかね起きることができずに、この時間帯に、なってしまいました。はい、まあね、なんだろう、まあ、よく寝る子は育つと言うけれど、まあ、寝すぎてしまってるってところもあるんですけどね、一体どうしたんだろうかなとか思っているところでございますけれど、はい、まあ、すっきりと起きることができたのは良かったのかと思っております。まあね、起きたらもうすぐもね、もう窓開けたらもうもわっと、もう暑い空気が外から入ってきて、まあ、今日もね暑くなりそうですね。皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいませ。今日はねちょっとね、お昼から、用があって人がやってくるんで、今日はどこにも行かずにね、アパートで過ごそうかなと思っているところでございます。まあね、部屋の掃除っていうか大掃除っていうか、年に2回ね、暮れの大掃除と、あと夏ぐらいにもねもう一回大掃除っぽいことやっていて、昨日その前か水曜日は、お風呂の掃除をねちょこっとやって、大きなゴミをね、処分したりしておりました。まだまだお風呂掃除は終わってないんでね、また今日か明日ぐらいにもお風呂の掃除を、したいなと思っているところでございます。まあ、定期的にねお掃除すればいいんだけど、ボーンとまとめて大掃除、中掃除っていう感じかな、という感じでやっているところでございますけどね。はい、皆さんもね、そういった時間があったらね、大掃除っぽいことをねやってみると、いいのではないかなと思います。はい、ということで、今回の音声コンテンツの配信は、この付近で終わりにします。失礼します。